も知らない知られちゃいけない、デビルマンは誰なの。ネタバレる、ネタバレる、見せてデビルマンが始めます、始めます。覚えとかないとね。美味しそうだね。いくつぐらい入れる？どう？4匹？4匹いればいいよね。うん、1、2、3、4匹でいくか。4匹。家の置き方が十文字なんだ。どうやって置けばよかったの？なんかもうちょっとあった？今15分。完成しました。まずはね、このダッチオーブンで作ったパエリア開けてみたいと思います。せーの、カーニバル。おー、いい感じにできております。サラダとタンドリーチキンスープです。それでは、いただきましょう。完成しました。完成しました。やったー。美味しそう、パエリア。ね、はい。それでは、いただきまーす。じゃあ、パエリア取ろっか。ね、取りましょう。取られた。もう飲んでる。早すぎ。飲んでる。取られた。だ。すごい、あったまるよね。あったまって。美味しいっす。若干テンション上がるね、この可愛い。ね、本当だよね。おしゃれテントの。ね、本当。初張りで、うん、デイキャンプ最高です。本当だね。美味しそう。ありがとう。いっぱい、はい。ありがとう。いただきまーす。いただきまーす。
なんだとりあえずする、うん、どうパエリア、うん、美味しい、美味しくできてる、美味しくできてるね、うん、うまっ、うん、いや、マジうまこれ美味しい、上手、ここで食うだけで終わりました、ね、めちゃうまい、うん、パプリカ甘いな、うん、甘くて美味しい、うん、パプリカって甘くない、パプリカ甘い、甘い、うん、はい、それではタンドリチキンいきます、いきます、口の中が宝石箱や、うん、おいしい、めっちゃ美味しくない、本当にうまいなこれ、うん、あのね、お肉は柔らかいね、うん、タンドリーチキンからの、うん、からのなんだっけ、パエリア、パエリア、はい、うん、よく合うね、うん、めっちゃ美味しい、エスニックベリーマッチング、パエリアいただきます、いただきます、美味しい、ちょうどいいね、お米の加減でね、めっちゃ美味しいです、どう、どう、美味しいです、あのパプリカの甘みとそれと海鮮類のベリーマッチングです、エビーエビー、最高、うん、最高、これダッチオーブンいいね、うん、ハーフ、うん、良くない、ね、はあ、最高、最高、こういうパエリアやったりとかさ、うんうん、今度ピザとかさ、うんうん、焼いたりするのもいいだろうしさ、ね、いいよね、ちょっと大きいかなと思ったけど大きさはいいね、全然、全然いいね、うん、今回、うん、半分ってことでしょ、うん、そうそうそう、うん、今回お米3合だっけ、3合そうだよね、うん、でちょうどいいぐらいだもんね、うん、組み立てるのがすげえ簡単、うん、簡単だね、びっくりした、ほんとだね、質感がすごくいい、跳ね、うん、上げもあるし、ね、コットンテントで全米でナンバーワンだって、うん、ね、一番売れてんだって、すごいよね、うん、とにかく全てがなんかしっかりしてる、うん、棒だってすごく重みあって、うん、頑丈そうだし、うん、コットンなの厚みがすごいし、うん、でロゴ大事ね、うん、いや大事じゃない、大事、本当に大事、うん、このロゴ良くない、ね、これ何、ヒグマかな、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 ね、なんだ、クマさんみたいな、クマの、クマの足だよ ね、超可愛いよね、可愛い、コディアックキャンバス、うん、女性でも簡単に立てられるんじゃん、うん、立てられる ね、それとかさ、うん、設営を一人でするお父さんとかさ、うんうんうん、いたりするじゃん、うん、どう、簡単じゃん、うん、簡単で、ほんと簡単、うん、で、おしゃれだしね、うん、で、中広いしね、設営簡単ってことは撤収が簡単ってことだから、うん、撤収バタバタするじゃん、うん、大事だよね、撤収 の短縮できるっていうのは、うんうん、居心地の良さとか設営の仕方とか、うん、中をさ、うん、荷物のことを考えられる、そう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 、あれがいいよな、荷物上にこう置けたりとか、うん、有効スペース、ね、ただ高さがあるだけじゃなくて高さもすごくあるんだけど、うん、そこに有効スペースがあるから荷物を置けたりするから、うん、あれはいいよ ね、なんかこう物を置いといても、うん、いつも 何どっかやった、カニどっかやったって言わないようにさ、ああいう見えるところにこう収納があるっていうのがいいと思う、今までそういうテントを体験したことないから、うん、てかなくない、ない、いや、ないよ、あんまり、うん、いや、これ可愛いしね、マジ気に入ったんだけど、パパ、本当に、うんね、気に入った、可愛いよね、これの2人用のやつってもっとちっちゃいんだよ、うん、うん、それ用のやつある、それ用で使えるよね、うん、一人でじゃあね、行ったりとか、うん、いいね、それ ね、欲しくなっちゃうね、今、ね、欲しくなっちゃうね、欲しくなるよね、可愛いもんだって、うん、これママと夫婦キャンプだったらさ、うん、ベッド2台入れて、うんうんうん、厚いベッド2台入る、そうだね、入るね、うん、だからファミリーキャンプできるし、うん、夫婦キャンプできるし、うん、いや2人のキャンプとか、うん、できるできるし、ね、そう考えると長く使えるよ、うん、そうだから、ね、要は若い方はカップルから、うん、ファミリーになっても使えるから、うんうん、相当頑丈だからね、これ長く使えると思うよ、うん、本当に、そうだね、普通のテントってさ、ビニールタイプのやつで長年使ってるとこベタついちゃったりとかさ、うんうん、ほら昔使ってたタープなんかもうダメじゃん、うん、ね、ベタってなっちゃって、うんうん、多分コットンは大丈夫だよ ね、うん、ね、はい、それではごちそうさまをパパさんに行かせていただきます、はい、
ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。新幕を眺めながらのデイキャンプ、最高に。よしございました。なんでそこの間。美味しいございました、もう。えい、えい、で、紹介します。これを真ん中に乗せて、パッタ、パッタ、完了です。完了です。